宇治駅は京都風寺市、宇治境文字にある西日本旅客鉄道奈良線の駅である。駅番号は JRD09。2000年8月に短式、島式複合型二面3線のホームを持つ地上駅から大幅に増加する利用客への対応と奈良線の部分複線化による列車増発、利便性向上のため、島式ホーム二面4線を持つ 京城駅に改築された。外観は平等院鳳凰堂をモチーフとしている。この島式ホームを用いて、快速列車と普通との相互接続が行われており、京都方面からの一部の普通が折り返している。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として奈良線のすべての中間駅を管轄している。IC カード乗車券、移行家が利用することができる。 1.3番乗り場が対比線、2.4番乗り場が本線である。快速列車の接続待ちを行う普通は1.3番乗り場に停車する。1番乗り場は京都方面からの到着が、3番乗り場は京都方面への発車が可能であり、当駅始発の普通京都駅は1番乗り場を使用する。また、回送列車は3番乗り場で折り返す。かつては、 ユニチカ宇治工場の専用線が分岐していて、シャー貨物も取り扱っていたため構内は比較的広く、かつて北側には数本の貨物側線が敷かれていた。乗客数は宇治市西部を走る近鉄京都線の大久保駅より少ないが、宇治観光の玄関口としては東駅や京阪、宇治駅が機能している。京都府統計所によると、1日の平均乗車人員は、 以下の通りである。京阪電気鉄道の宇治線にも宇治駅があるが、宇治橋で宇治川を渡り、北東に離れた場所にある。駅の南口には、休憩施設を備えた宇治市観光協会の案内所がある。また、2001年に宇治市制50年を記念して設置された茶壺の形をした郵便ポストがある。南口の郵便ポストこのほか西小倉地区乗り合い交通が、 宇治市役所や近鉄小倉駅方面に運行されていたが2019年9月に休止となった。ありがとうございます。